東京大学定量生命科学研究所は東京大学の府研究所で生体機能分子の動的構造と機能の解明をキーワードに生命動態の定量的な記述を追求することを目的とした研究所である。2018年4月1日に東京大学分子細胞生物学研究所を改装、改消してできた研究所である。これまでの構造生物学、 ゲノム科学を活かしつつ、数学、物理学、科学、情報学、工学、人工知能研究を柔軟に取り入れ、個別研究の枠を取り払い、既存手法の刷新も含めた、より定量性を重視した、新たな方法論を開発、共有しつつ、研究を発展させていくことを趣旨としている。略称は、定量研育部。日本学術会議の勧告により、 1953年8月1日に応用微生物研究所が東京大学府知研究所として設置された。応用微生物研究所は微生物学の研究を目的としていたが、より広い分子生物学の研究を推進するため、1993年4月1日に分子細胞生物学研究所に開祖された。2016年8、9月に受理された。 不正告発により、2018年4月1日に、定量生命科学研究所と解消。既存の13の研究分野及び2つの研究センターを廃止し、相互補完する機能である2部門、2研究センターからなる4研究領域に新設、基盤技術を中央化した、中央実験室の設置などの中核となる研究施設の共通化。 大講座制による運営など研究室の垣根を超えたオープンな研究環境を目指している。分子細胞生物学研究所は東京大学大学院の教育も担当している。以下の研究家、専攻から大学院生を受け入れている。ありがとうございます。